私自体はアニージャだけをずっとチームとして入ってきて、今シーズンもちょっとやろうか迷ってたっていうのが正直なところなんですけど、新しい環境、改革みたいな形でちょっと変わろうとしている形があるので、それはちょっと面白いなっていうのもあったし、レベルアップのためにもう一度やってみようかなと思って継続しました。今シーズンは、関東リーグ、関東女子フットサルリーグの優勝はもちろんのこと、全日本選手権の出場を目指して、私は頑張っていきたいなと思います。